ール・アトリウムの作成このムービーでは簡単に複合屋根の内側に穴を作成する方法アトリウムを作成する方法をご紹介しますまず屋根に穴を作成する方法を見てみましょう 3D ウィンドウを開いて屋根を選択します屋根ツールを有効にし境界線の内側に輪郭を描きます 輪郭は屋根に穴を作成する別の方法をご紹介します平面ビューで屋根を選択します輪郭線をクリックしペットパレットからポリゴンから削除コマンドを有効にします屋根に穴を描画し 3D ウィンドウに切り替えて結果を確認してみましょう 複合屋根の中央はポリゴンから削除に対応して削除されています次にアトリウムを作成する方法を見てみましょう再び屋根を選択します次に基準線をクリックします表示されているペットパレットでポリゴンから削除コマンドを有効にします先ほどと同様に屋根の内側に 同じポリゴンを描画ししてみましょう。ご覧の通りアトリウムが作成されました複合屋根を使用すれば難しい編集を必要とせず簡単にアトリウムを作成することができます。